よう、この程度の刺激で音を上げるようではまだまだリトルデーモンとしての格は低いままよ。あとヨヒコじゃない、ヨシコじゃない、ヨハネ。いや、格とか意味わかんないし、というかほんと冗談抜きで辛い。何入れたの？一味？鷹の爪？ハバネロパウダー。ヨシコちゃん、辛いのがダメって言ってるんじゃないんだよ、加減を覚えてほしいだけなんだよ。だからヨシコじゃなくてヨハネ。加減だったらちゃんとしたわよ。嘘だ。あら、虹の都より来たりし新たなリトルデーモン、早速手伝いに来てくれたの？サマーフェスティバルで出す料理の試作だよ。二人で何を出すか考えてるんだ。いやいや、それほどでも。前にアクアのみんなと海の家を手伝ったことがあって、その時もいろいろ作った経験があるから。祭り当日はこのヨハネが生み出す魔の美食で人間どもを一気に打点させてやるわ。確かにある意味悪魔的な味付けだったよ。ブラッディームーンスティック、またの名を打天使の涙レボリューション。ちょうどいいわ、あなたも食べてごらんなさい。そうなるよね。水飲む？もう、なんなの二人して。そんなにヒーヒー言わなくてもいいでしょ。そんなに辛いの？せいぜいピリ辛でしょ。ははーん、なるほど、優秀なリトルデーモンを選別するためのふるいにするわけね。誰も残る気がしないよ。ここまで突き抜けた辛さじゃなければ美味しいと思うんだよね。味もしっかりついてるし。子供、そうね、あなたの言うことにも一理あるかしら。いきなり魔界の刺激に人間たちをさらすのも酷ね。味付けは考え直してもいいわ。よかった。食べてみて。その通り、ヨーちゃん特製焼きそばであります。海の家でも出したんだけど結構評判良かったんだ。今回のはシーフード増量バージョンだよ。焼きは改良待ちだね。私たちの料理でお祭りに来てくれた人のお腹も心もいっぱいになってもらいたいよ。任せなさい、今度こそ老若男女全人類の舌をうならせる味にするわ。他には甘いものもいくつか候補を出してるんだよ。クレープ、チョコバナナ、それに綿あめはさすがに難しいかな。思ったんだけど、今決まってる2品で結構いっぱいいっぱいなんじゃない？使えるスペースにだって限りがあるわけだし。あ、冷凍みかんなんてどう？凍らせるだけでオッケー。皮剥きづらいわよ、溶けると手もびしょびしょになるし。おつまみみかんって名前で出してみようか。
いい、この名前いい。まあそうね。クレープやチョコバナナに比べたら当日かかる手間はそれほど多くはないかもね。天使と悪魔が互いを憎み合うがごとく、ヨハネとミカンの間にも決して相入れぬ深い溝があるのよ。じゃあとりあえず焼きそばとたこ焼きと、それからおつまみみかんの3品でアクア夏祭りメニューを飾るってことで。ええ、っていうかたこ焼きじゃなくてブラッティームーンスティックだってば。メニューにはちゃんと正しく書くのよ。